ゴちゃんだ。はい、どうも、ゴトです。あー、新年明けましておめでとうございます。イエーイ。もう、はい、始まって第1回目、ね、第1回目じゃないわ、2013年の1回目か。2013年、2021年後だから2013年ちゃう、2021年ね。令和3年か。令和3年。あ、もう、はい、どうぞ。年号が変わって分かりにくいわ、ね、もう。今年もよろしくお願いします。あー、よろしくです。はい、この番組は毎週火曜日21時から22時の1時間、スカイツリーそば押上から徒歩2分にあるワロップ放送局から公開生放送でお送りいたします。はい、ということでね、はい、令和3年は1回目ですが、今日 ね、 そうだね、合計361回目361回目やってます、はい、やりすぎだろう。361回目、もう一重に言うけども、今年で8年目に入ります。ね、本当8年って長いよね。もう0歳から8歳まで子供が育つんやで、ま、でもそうそう、ほんま、ね、番組ね、担当してくださってる方もずっと一緒で頑張ってくださっております。もう、近藤さんありがとうということで ね、 ね、はい、まあ、今度は今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でね、ちょっとだけリニューアルしようと思うのは、そうだね、うん、まあ、ワロップ放送局で、うん、放送されてるアプリとか、うん、ウェブで見れるやつのところに CM が入ってるんですけど、うん、今まではなんか、真っ白い画面でね、何も入ってなかったんやけど、うん、まあ、そこであのゲストがこうやってね、うん、裏話をするっていうね、筒抜けやんけみたいなね。いや、それはね、うん、Facebook でしか見れないんだけど、うん、まあ、そこにちょっとね、今年から CM とか PV とかそういうのも入れていこうかなと、そう、はい、思っております、ね、これはいつもお世話になってるあのね、うちのゴッドワールド の、 あの札幌 の、 あの顧問の杉本さんが、はい、提案してくれたおかげで、ね、そう、また面白いことができそうで、そうですね、はい、やっていこうと思います、うん、まあ、新年一発目、素敵なゲストが来てくださっております、はい、生歌も聴けるということで、そうだよね、やっぱりね、私はね、歌手なんで、うんうん、歌が聴けるのが楽しいね、まあ、歌うのも聴くのも好きだもんね。そう、聴くのも好きやから、そうそう、嬉しいなと思う。顧問じゃなくて相談役でした。はい、そうですね。似たようなもんか。まあ、そうそうそう、あの、まあ、いろんな仕事をね、うん、ちょっとこれからもね、うん、まあ、また今年も、うん、いろいろとまたエンタメ仕掛けて暴れまいりたいと思っておりますので、うん、はいはい、ね、今年も応援していただけたら嬉しいと思います。うん、本当はね、明日の1月もいいかな、バイデン対トランプの裏話いっぱいしたいんだけど、うんうん、もう番組終わっちゃうんで、もう番組終わっちゃうんで、もうね、それはもう自分で配信してください、はい、配信せえへんわ、自分で配信せえへんわ、皆さんで楽しみにしておられますのでね、はいはい、裏話でございます。では一旦 CM 行ってゲストをお迎えします。はい、どうもです。イエーイ、どうも、クロスの都市伝説ラジオ。世界史の中ではツタンカーメン、マチュピチュなどの謎を解き明かしていく。そして日本の謎とされている日本史の解明や、平将門、織田信長、徳川家康、天草四郎、坂本龍馬などを解明。同様の世界では赤トンボや実際に体験した心霊体験、民話の世界の鬼や妖怪、 UFO、 宇宙人、ユーマなど、パーソナリティはもちろん、存在自体が都市伝説と言われているゴッドだ。そしてゴッドをサポートするシータハシンガーしずくがナビゲーターを務めます。ゴッドとしずくの絶妙なコンビネーションでギャグも入れながら、時には楽しく、時には恐ろしく、民放ラジオでここまで言っていいのかというぐらい放送ギリギリラインで、今の光と闇を暴いていく痛快娯楽なゴッドの都市伝説の世界。ラジオ関西、毎週水曜日夜8時30分、新たな都市伝説はこの番組から生まれる。ゴッドルームにようこそ。このコーナーはゴッドの交友関係の中からゲストをお迎えするコーナーです。本日は歌手の水木春子さんです。はい、どうもでーす。どうも、はじめまして。はい、はじめまして、よろしくお願いいたします。どうもです。いや、私ね、水木さんのプロフィールを見て、うん、ものすごい運命ってあるんやなってめっちゃ思ったんですよ。運命なぜ歌手になられたかって、そのいきさつをちょっと聞かせていただいてよろしいですか。はい、たまたま近くにありましたカラオケ教室ですね、入りましたらば、そこの先生が、うん、作曲をなさってらして、はい、それで作曲コンクールですね、うんうん、ある雑誌の作曲コンクールでグランプリをお取りになってた曲がありまして、はい、それをまあなんとか形にしたいなと思ってらしたんですね、うんうんうん、でその時ちょうど私が入門いたしまして、はい、歌ってみないですかって声をかけていただいて、もう先生からビビビってきたんですね。これはもう水木さんしかいないって思いはったんですけど。ありがとうございます。めっちゃすごいな、
え、でもじゃあ全然歌手になろうと思って行ったわけじゃなかったんですか？あ、違うんです、はい、まあ、歌は好きでね、うんうん、あの子供の頃から音楽クラブとか、はい、いろいろやらせていただきましたけど、うんうん、別にあの歌手になるための勉強とかはしてなかったんですよ。あ、はい、あ、じゃあそこのカラオケ教室で初めてちゃんと歌を勉強しようみたいな感じで行ったってことですか？はい、そうです。カラオケは好きだったんですね。そうですね、うん、あのまあ、子供の PTA の、 あのお付き合いとかそんな程度でございまして、うん、本当にあの歌手になろうっていうような勉強はしてなかったんです。ん、はい、あ、じゃあもうママさんになられて、まあ、一旦、まあ、お母さんも卒業してからの歌手デビューってことですか？そうですね、はい、本当に第二の人生でございまして、なかなかね、あのカラオケに入門して歌手にはなれませんから。なれないよ。まあ、非常に面白いね、それが、そうですね、運命がね、はい、だってさ、その教えている先生が作曲家さんやっていうのもすごない？そう、そんな普通はね、そんな作曲家さんが教えてはるってめっちゃ贅沢なカラオケ教室やな。そうなんですね、ね、ですので、あの、うん、あの楽譜だけで初見がおできになるので、うん、あのご本人が歌ってるのを聞く前に、うん、あの音楽雑誌の楽譜を見ただけで教えていただいてますので、すごいな、はい、もうぜひ皆さんお時間ありましたら亀有までいらしてください。どこで、亀有ですか？はい、そうです、葛飾区亀有から参りました、うん、ね、なんていうカラオケ教室ですか？島玲児音楽教室でございます。お先だと宣伝してるとね。じゃあ島玲児さんの音楽教室に行ったら先生の耳に止まれば第二の水木さんになれるかもしれないってことですよね。そうですね、はい、これはさ、だって他のやつ行くより全然、うん、まあね、めっちゃチャンス広がれへん、うん、そうなんです ね、まあ、人間ね、はい、どこにチャンスがあるかね。めっちゃなんかいろんな取材もされてるみたいで、はい、それであの一昨年なんですけども、はい、あの15周年を上野西洋軒さんでさせていただいたんですね。本当に一昨年だったらよかった、去年だったらもうできないんですよ ね、 ね、はい、一昨年だったもんですから9月にあのやらせていただきまして、またでもいい場所ですよね、はい、上野西洋軒さんで、ね、いい場所なんだ、はい、とってもお食事も美味しくて、ね、はい、素晴らしい。でその時にですね、こちらに5000枚って書いてあるんですけども、あの皆さんよくご存知、秋元純子さんの愛のままでお聞きになった、はいはい、うん、花岡雄平先生からですね、うんうん、愛じゃなくてもという、これが本日発売ですよというのなんですけども、うん、はい、こちらがなんと7500枚出たんですよ。すごい、はい、それであの昨年の2月の26日にですね、うん、あの徳久浩二先生作曲の命尽きるともという曲でメジャーにしていただいたんですね、うん、すごい、はい、ところが3月からコロナだったもんね。思うように活動できないですね。そうなんですよ、こちらがね、命尽きると思って緊急事態宣言が、ね、出ちゃったんで、そうですね、今日もまた出たみたいですけれども ね、 ね、じゃあね、早速、はい、まずその命尽きるともを歌っていただきたいと思、はい、では、はい、ご準備お願いします、はい、いや、もうめちゃくちゃ楽しみだわ、なんかこう、ね、タイトルがね、はい、ね、では命尽きると、はい、それでは水木遥さんに歌っていただきます、はい、命尽きるとも。海を渡れます、空さえ飛べるのよ、あなた奇跡を信じられますか？たとえ引き裂かれ離れでも心すぐそばにいつも感じるの、女の子は涙と引き換えだけど、女に生まれたことは悲しいなんて思わない、こんなにも
はい、小杉吹雪さんだと思いましたよ。素敵です。ではもう一度座っていただいてもよろしいですか。どうぞどうぞ。ちょっとだけ時間があるので。いや、めっちゃ素敵でした。 いや、ね、いや、ほんとほんと、すっごい素敵。愛の参加歌ってほしいわ今度。合いそう、めちゃくちゃ合いそう。あ、なんか雰囲気も似てますよね、なんかそう言われたら。ゴージャスやしね。愛をなんか、ね、感じる感じる。はい、では一旦 CM でーす、はい、どうぞ。しずくのファンタジーマジック。 FM 富士でスタートしたしずくのファンタジーマジック、毎週日曜日夜10時30分、世界初、聞く人の免疫力を上げる可能性を秘めたシータハシンガー。虫が鳴いてるね。ああ、虫が鳴いてるね。しずくの歌声の周波数は 444-432-528 という奇跡の周波数。しずくのファンタジーマジック、毎週日曜日夜10時30分から、しずくがウクレレで弾き語りを、そして詩の朗読をしています。ゴッドルームにようこそ。それではですね、先ほどの命尽きる友のカップリング曲で、水木さんご自身が作詞をされた曲、明日を信じて。
二人で夢を追いかけて歩いてきました。励まし合って唇浮かんだ日も涙流れた。そんな日もきっといつか必ずいつか明日を信じてあなたを信じて。それでもあなたの背中を追って笑い合ったあの日が喜び合った。そんな日折れる心奮い立たせて明日を信じてあなたを信じて。なんかね、私ね、このね、明日を信じてって、うん、もちろんそんなこと思って書いてはれへんと思うけど、うん、今のなんか、時期にぴったりというか、もう、そうですね、明日を信じないともうやっていけないというか、そうなんですよ、ね、もうね、コロナの時代にね、命尽きると思ったなんて大事確かにでも明日を信じての方が今の時代はいいですね。明日を信じてはすごいなんか、ねはい、当然2月に発売されてるから、はい、そんなことは思わず書いてはると思うんですけど、いやなんかすごいぴったりやなと思った、はい、ぜひね、あの人生の応援会にしますなんて嬉しいこと言ってくださった方もいらっしゃいまして、うんうん、そうですよね、はい、でもいいですよね。ありがとうございます。やっぱりなんか何を思って書かれたんですか。書かれるそうですね、やっぱりあの今まで、ね、歌手になって、うんうん、あの最初は、まあ、ダム2曲入ればとか思いましたし、うん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 、今度はね、うん、あのなんとかメジャーにって思いましたけども、うんうん、まあやっぱりね歌手になったからにはぜひ紅白に出とかね思いますよね。望みがだんだん高くなりますので、はいはい、うん、まあなんとか信じて一生懸命やっていきたいと思いますので、メジャーになるには一番いい歌手ですよね確かに、はい、なんかあのこいつがなんかあのミュージカルも合いそうですね。あ確かにミュージカルもすごいのかなっていう。ミュージカル舞台系ですよね。舞台系の舞台とかやられてないんですか。あ舞台はやってないです、ね、舞台でなんかポンと歌うと、はい、またね、うん、あの違った世界観が。いやそうですよね、はい、
そうそう、あのね、カラオケに配信されてるんですかっていうことをおっしゃってる、はい、カラオケはね、はい、もちろんあのダムもジョイサウンドもウガも全部入ってございます。はい、ね、いやだから自分でだから覚えて歌うのもいいよね、うん、これ、明日を信じて、まあ、覚えやすいメロディですね、本当、はい、そうですね、そうですね、だからやっぱりあの暗い歌が多いじゃないですか、ね、どうして行っちゃうのとか行かないだとか、確かに、ね、どうしてもそっちになっちゃいますよ ね、うん、でまああの以前あの、うん、ファンの方のメイドさんがね、はい、結婚なさるってことで一曲歌ってくださいっておっしゃっていただいたんですけども、はい、うんうん、やっぱりあの結婚式に歌えるような歌っていうのがなかったものですから、うん、それを目指して、なるほど、なるほど、はい、明るい場面でも歌える歌おうと思いました。このね、あのジャケットのドレスもすごい素敵で、今日のねあのドレスめっちゃ素敵じゃないですか。で、実は写真集が発売されてるんですよね。こちら本当はあの電子書籍でございまして、はい、あのスマホとかパソコンで見ていただくものなんですけども、ね、Kindle をダウンロードしてとか言うと、もう皆さんその時点で引いちゃうもんですから紙で焼いておりますけれども、あの今までの私 の、 あの舞台衣装とかね、そういうのがいろいろ出ておりまして、素敵素敵、はい、なんとこれがですね全米で第1位になりまして、めっちゃすごいじゃないですかでイギリスでも1位になりまして、ドイツでも3位になりましてですね、うん、すっご時々アメリカから300円とかね、ドイツから100円とか、ね、国際的やな入ってくるでございます。面白いな、はい、こんなのございます。羨ましい。であの写真集出しましたったらね、うん、あのヌードあるんですかって教えて男性はそっち行きますよね写真集よりヌードになってるから、ね、電子書籍なんであの袋閉じができないで、うん、全部見れちゃうっていうね、そうありがたいですね男性にとっては、うん、なので ね、ヌードは残念ながらございませんけれどもあと近々イベントもあるんですよね、はいはい、ねえ、ですので、もう、ね、心配でございます、まあ、そうですね、緊急事態よね、はい、あの24日の日曜日でございますけども、はい、浅草の木馬店さんでね、うんうん、初角屋千歳さん、はいはいはい、師匠の試合、あの主催でございます、はい、ここに水木遥がございますけれども、はい、ぜひこちらも来ていただいて、はい、それからあのゆうゆうモデルさんというね、はい、あのドレス屋さんなんですけども、はい、そちらの主催のミニコンサート、うん、こちらはですね、高田の馬場でやるんですけどもね、うん、28日の木曜日でございます、うんうんうん、はい、それからですね、はい、あのこちらに出していただきながらもう一つなんですけど、いえいえとんでもないですよ年越しあずりさんというね、はい、ところからあの25日の月曜日から、はい、水木遥スマイルプラスというね、はい、番組を持たせていただくことになる、はい、今月からですか、はい、まだ始まってないんですね。そうです、25日の月曜日、はい、あずりの高橋さんよく聞けるんですよ。あ、そうなんですか、はいはい、ぜひお二人にもゲストで出ていただきたいと思いますので毎月最終月曜日の11時でございますので、はい、月1回ですね、はい、月1回から毎週最終月曜日、はい、の何時ですか。あ、11時でございます。朝の11時から、はい、はい、そうです、はい、ぜひそちらもご覧ください、はい、見てください。こちらもね、はい、YouTube で配信されますので、はいはい、よろしくお願いします。あ、そういう情報とかもね、はるかさんの何 Facebook とか、はい、ホームページとか見ればいいのかな。はい、はい、そうですね、はいはい、Facebook とあと、うん、アメーバブログもやっておりますのでぜひご覧くださいませ。めっちゃなんかハイテクなこといっぱいやってるんですよ、ね、アメブロとかね、あのダウンロードとか僕もほとんど僕使わない言葉なんで、電子書籍出てきた時もう追い越されてる思ったもんやばいな思った僕なんか僕も完全アナログで、ね、いまいちわかんないですよ。やめちゃすごいな、ダウンロードって言ってもな、うん、どこをダウンするのかやばいな、ね、もう多分なんかスマホとかもめっちゃ使いこなす、多分そうやろないやいやもうアメブロなんてやり方わかんないからねやったことないっつってね、もうめっちゃすごいよ、びっくりした ねえ、まあそんな素敵なはるかさんです、はい、ぜひぜひ皆さんね、はい、応援してあげてほしいと思います、はいはい、どうもありがとうございました。本日のゲストは水木遥さんでした。ありがとうございました。とっても明るいです。どうもです。水木のファンタジーマジック。2020年9月16日メジャーリリース。世界中がコロナという大パニックに襲われた。そんな時こそシーター派の歌声を聞いて免疫力を高め、神様に祈ればきっと神様は願いを叶えてくれる。奇跡のシーター派にパワーをください。ほら、奇跡のパワーでコロナが消えていく。みんなの祈りが届いたんだ。愛のトンネルくぐったらそこはもうファンタジーマジック。コロナは終わり、やっと普通の生活に戻ったんだ。赤ちゃんも安心して暮らせる。ほら、女神の声が聞こえたでしょ。
しずくのファンタジーマジック好評販売中。ゴッドキャンナー。ではちょっと一曲歌わせていただこうと思うんですね。もうちょっと過ぎちゃったんですが、同様でね、1月1日という曲があるので、まあお正月気分もまあ終わってるかもしれないけど、ちょっと歌ってみようかなと思います。二平さんの二平丼チャンネル、ゴッドと私がゲスト出演している YouTube 上がってますので、ぜひ見てください。では、はい、一旦 CM でーす。はい、どうもお疲れさん。ゴッドの都市伝説ラジオ、世界史の中ではツタンカーメン、マチュピチュなどの謎を解き明かしていく。そして日本の謎とされている日本史の解明や、平将門、織田信長、徳川家康、天草四郎、坂本龍馬などを解明。同様の世界では赤トンボや実際に体験した心霊体験、民話の世界の鬼や妖怪、 UFO、 宇宙人、ユーマなど。パーソナリティはもちろん、存在自体が都市伝説と言われているゴッドだ。そしてゴッドをサポートするシータハシンガーしずくがナビゲーターを務めます。ゴッドとしずくの絶妙なコンビネーションで、ギャグも入れながら、時には楽しく、時には恐ろしく、民放ラジオでここまで言っていいのかというぐらい放送ギリギリラインで、今の光と闇を暴いていく痛快娯楽なゴッドの都市伝説の世界。ラジオ関西、毎週水曜日夜8時30分、新たな都市伝説はこの番組から生まれる。ゴッドとしずくのこれが一番、はい、明けましておめでとうございます。はい、どうも今年もよろしくお願いします。今日またあの青年っぽい、ね、スタイルで、青年っぽい、え、青年っぽい、なんかお正月っぽい鏡餅、ちゃんと俺鏡餅持ってきたよ。めっちゃ可愛い。偉いでしょ、偉いでしょ、右餅、うん、そのみかんは食べられへん、みかん、食べられへん、みかん食われへん、もうディスプレイヤー。お正月でもね、もうこんな置く人もいなくなって、だんだん ね、 そうですね、車につけてたんですよ、昔は。車に門松みたいな、門松を車に、締め縄、門松はつけてないですよ、締め縄、締め縄、車にみかんとかついてたんですよ。最近そう言われたら、締め縄つけてる車ないかも。昔はないな、あんまりな、ない、うん、あのお餅の上に何、それあのみかんがあるじゃん、うん、教えてほしいね、あのいろんなこと詳しいじゃん。何を、お餅の上にみかんをあげる理由は何、みかんって。もう突然聞くな、そんなこと。はいはい、と質問。江戸時代も鏡餅だったんですか。そう、急にやめてください。今日は
れ正月ちょっと今汗かいてるからやめてくれ何も考えんと今日来てんねんからネタがないねんだって、だってゴタ今日バイデンとトランプの話したいって言うからさ聞こうと思ってんの、いやずっとしたいって言うからもういやいやあのいや本当にねなんか明日なんかあるんでしょ、うん、あのね簡単に言うとね、うん、あの1月の6日明日は、うん、これは俺の情報だから、うん、あのまあね軽く聞き流してもいいんだけど、うん、ご説ね、いやまあご説だけど、はい、アメリカの銃器ショップってわかる、うん、あの銃を売ってるとこ銃器ショップ銃ねそうあの拳銃拳銃を売ってるあのショップがなんで銃器やねんトップガンの方もうほとんど売り切れになってる、うんなんでアメリカの国民が銃ばっかりバーッと買ったかっていうと、うん、明日アメリカの国民がワシントン DC ってところにブワーッと行って、はいはい、この選挙はあのおかしいと異常だと言って、うん、トランプ陣営がうわーっとワシントンに行くようになってるんですよ。でそうなった時にどういうことが起こるか、うんうんね、トランプは130人の上院議員と下院議員をやっと集めて、うん、130人で、うんまあ、大変なことを明日するのよ、うんうん、でそれをやった時に、うんうんね もしかしたら中国からね、うんまあ、また危険なことで煽りが来たらまずいので、うん、緊急事態宣言を7日に出すんですね。え緊急事態宣言を7日に出す理由がそれなの？うん、それという連動してるの？いや、うん、まあまあ連動してるというか、まあわかりやすく言うと中国イコール二階イコール、うん、あの菅さんなのね。菅総理ってのは二階さんの言うこと聞いてやってるから、うん、もう CM やんか。はい、もう終わってもうたこのコーナーが。バイバイバイデン。バイデンじゃないよ。しずくのファンタジーマジック。FM 富士でスタートしたしずくのファンタジーマジック、毎週日曜日夜10時30分、世界初聞く人の免疫力を上げる可能性を秘めたシータ発信が、寒いね、あ寒いね、虫が鳴いてるね、あ虫が鳴いてるね。しずくの歌声の周波数は444-432-528という奇跡の周波数。しずくのファンタジーマジック、毎週日曜日夜10時30分からしずくがウクレレで弾き語りを、そして詩の朗読をしています。番組のタイトルは分からん、走れ大暴走ゴッドだ、気づくな、これが一番。私この間宇治神さんがテレビで逃げてるのを見ました、はい、あの俺も見てたんだよ、逃走中っていうやつの、うん、あの白塗りの、あ、ロンドンハーツね、ロンドンハーツで、あの、はい、白塗り逃走中をやったんですけど、うんうん、あれは何すぐなんで捕まったの？いやあれいやいやあれテレビ上はすぐやけど、うん、結構俺粘ったんよ、うん、あれは、あそこではテレビ上は見たいから、いやもうなんか3分以内にもすぐゴッドから、捕まんの早すぎるどんなメール LINE が来て捕まんの早すぎるでって、そっちかよって、ね、いやカントに、あんまり走れなかった、その後俺 BS の特番があって、うん、歌うあなんかすぐ行ったとか言われてた、昨日やった、言ってた言ってた、そこが重要だったんですよ、うん、それ、うん、そ2時間のところちゃんと歌わなあかんけど、そうなんこの様キングスさんから横浜銀杯さんとか浅丘めぐみさんとかいる中で歌うから、そっちがでも朝早くだからしてもらったんですけど、なんかすごい遠いところ行ってますね、千葉県って言ってたよね、千葉の果てのとこで朝6時ぐらいからあのあれで走ってんね、メイクして、やばい、で走あんまり走らないようにしてね、あのこけてこんな打ったら嫌やからやばいですね、ずっと隠れてた体育館とかなんかこんなところに隠れてましたいろいろ隠れてたんだけど、あの最後の体育館しか映ってないけど、あれ結構3つぐらい図書館とか理科室とかあの学校の廃校にあった、ちゃんと隠れたつもりが見つかってしまったってこと、うん、だからあれね、ネタバラシもあれ絶対わかんねん、何回か言うと思う、スタッフおるもんね、カメラとそうやね、カメラとあの何やけディレクターがついてくるから、私もいつも思ったんですよ、あんなん絶対わかるやんと思って、ネタバラシはほんまのやつ来へんなあれおかしいよ、あれおかしいですよね、ライトを照らしてるやつとカメラ持ってるやつと、それ見たらわかるのか、そんな隠れてても周りがおるから、わかるわかる、ものすごいわけですかと今あれね、おかしいよ、リアルにやろうと思ったら防犯カメラで追うしかないってやつやね、 あれはちょっとおかしいな、うん、まあそういうのをやって黒く塗られるっていう、ね、黒く塗られてましたね、一つ我がとこだって、うん、白塗りの人って顔黒く塗られると素顔に見えるんですよ、うん、発見しちゃったんですよあのじゃいや本当に白塗りだと顔あんまり分かんない、うん、確かに、うん、黒く塗られるんですよ、あの捕まった、うん、その写真バン見た時、うん、うわって素顔やって、松山もみんな、うん、マネージャーも素顔で
俺の素顔バレてもんだよね。黒く塗ってちょっと日焼けした内神さんみたいな、ちょっと分かる、そうか、日焼けした人になってんねん。びっくりしたで、あれ素顔分かってまうで、あれ白は分からないよな、全く白は分かんないけど、黒だと完全に素顔が分かんない。やばい、そっかー、これが黒あかんやん、黒あかん、黒あかん、黒禁止や、いや黒だったら白の濃いのやつ混ざったらどうなの、混ざったら白黒みたいな、え、白黒混ざったら白の部分だけが分かんないってことか、うん、でもちょっと分かりづらい、黒くのったらほんまに素顔っぽくなる、はい、赤になったらどうなる、もっと分かるな、真っ赤その話もう引っ張らんでええねんそこで終わってくれ、どこまで引っ張んねん、ね、マスクもだから今、うん、白塗りの人って今マスクできないんですよ、あの化粧がもう、あ、確かに取れちゃいますもんね、あとはリハーサルとかもね、うん、もうずっとこれでやってるから、まあ、それは白塗りの人はそうだよ ね、普通の人はパッて取れるんです、うん、本番だけ、うん、ずっとこれなんで、うん、あのしんどいんですよ、確かにそうだから作ってほしいですよ、こういうあのこういうマスク、あ、宇治神さんのここ変えたらいいんじゃん、そうそう、だからそういうの、あ、だってマスクも白やから、だからできるでしょ、できるよ、絶対、じゃあ雫ちゃん作って器用やからできると思う、器用やねんな、こういうマスク作ってくれたら俺このままマスクしたまま喋れるの口とかつけてこうやって でも動けへんけどねこれ開けなきゃ、見るマスカルってそれでストローでつけて飲めるようして違うどこまで狙っとんねん、でも、まあ、お正月どうでした、うん、お正月はだからもうほとんど出ないですよ、やっぱりそうですよね、ソーシャルワイヤーやな、ソーシャルディスタンス、ちゃうちゃうちゃう、自粛や、それ人の会社や、うん、分からん会社言うなよソーシャルな、いやいや、だから お餅ばっか、お雑煮が好きなんで、うん、もう年中お雑煮食ってるんですよ、夏でもお雑煮食ってる、何味、そうなんですか、何味って、あの、内神さんとこどんなお雑煮ですか、あの、年越しそばの残ったおつゆを使ってる、うんあれあのおすましですか、じゃあそうね、どっちかというと薄味がいいんですよ、お餅と、うん、お餅をちょっと焼いたやつですね、うん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 、焼いて、うん、ちょっと焼いて、うんうん、焦げ目がドロッとしたやつじゃなくて、そうそう、焼いて、うん、あの、あとはもうあのかまぼこと、うんうん、シンプルに椎茸と、うん、その青い何野菜、全材入れんの、全材全材なんか入れへんわ、僕いや私うちはね白味噌なんですよちょっと俺今しずくと喋ってる、いや俺も喋ってるうちは白味噌なんですよ、そう、うち白味噌なんで、でもねもうね今年はだから、まあ、里帰りもできへんかったし、ね、もうお雑煮もおせちも食べてないです、うん、いや売ってるやんか、いやでももうそんなおせちとかなんか予算あるから1キログラム買うてもしゃあないやん、もういやお餅もね予算買うてもしゃあないし、甘い食べへんし、いやいや備蓄しといた方がいいですよ、米は、あ、米ちゃうわ、米はあれだけ炊かないといけないけど、お餅って結構ね、あー、チンしたら食べれるから持ってった方が腹持ちいいしな、うん、あの緊急事態の時に、あ、じゃあちょっと買っとこうかな、餅餅でも腹持ちいいもんね、腹持ちいいかけてんのかけてんの腹持ちいいね暑いね、この人でも今日は外は寒いけどね、外は寒いけど、正正月は何してたんですか、ゴッドさん、いやもう基本的に寝てるよね、もう基本も寝てるって、あ、俺あの昨日から腹がすごく痛くて、昨日からあの電話しようと思って、なんでやねん、いや腹痛いねって電話してる、ほんまに病院に電話すんだよ、もしもし、俺は腹痛いねん、知らんかな、嫁かって食ってるかって言うからチョコレートとコーラ何食べたんか、ちゃんと食べたんか、親戚のおじさん何か食べたんか、うん、コーラと飲んでチョコレート食べたバカ野郎ガチャッ、いやもうほんまちゃんとした食事をしなさい、ほんまやな、うん、いやでもね、まあ今年の抱負はあ、そうや、今年の目標言ってきましょうか、雑な司会おるいきなりほんま雑やな、思い立ったら聞くんですよ、今年の抱負はね、なんて書いたかな、自由、変幻自在と、うん、変幻自在、いい年こいて、うん、2つある、いい年こいてと変幻自在、変幻自在っていうのは、まあうん、多様化する時代になると思うんで、うん、これから、はいはい、だから、まあ、ロックだけで歌だけ歌ってちゃダメなんで、うん、いろいろやってるんじゃないですか、落語とか、うん、やってますよね、落語、あ、最近あのオンラインサロンとかを始めたんですよ、うん、そうですよね、その時はちゃんとね、うん、俺メガネして喋ってね、メガネして喋ってるんですか、英語と喋ってんね、英語と喋ってんね、じゃあもう完全に素顔じゃないですか、内神学校っていう、え、素顔で、素顔、それは素顔でやってるんですよ、だからもうね、素顔とかメイク関係ないんで、ほんま、俺も素顔でやりたいけど、めんどくさいね、1時間半前に入るのが、そうですよね、邪悪さいん、邪悪さいん、あのメイクするのは歌舞伎って意味でやってるんでしょ、うん、いやいやもう顔、これが普通の顔だ、じゃあね、もしかしたら完全もう素顔オンリーっていう時代も来るかもしれないってことですか、うん、だってめんどくさい現象、まだ今はちょっとね、あのテレビとかだ、うん、あの、いや、閉鎖されたその、うん、ほら、うん、
オンライン、あの、うんうん、閉鎖オフ、はいはいはい、オフの誰もが見れるじゃない、そうそう、会員さんだけが見れるっていうね、会員さんがお金払ってくれたら素顔見せます。いや素顔って言っても一応メガネはかけてますけど、うん、はい、そこでは一応宇治神学校って言って、うん、学校の学と校舎って、うん、あの、うん、校舎の校じゃなくて、うん、あの学びを交換するっていうことで、はい、いろんな人が、うん、あのいろんな自分の特技を、うん、教えるってほら、うん、場所を借りてやってんの、うん、いやいや、うちの代々木にあるんだけど、あの例えばカレー屋さんが、うん、あの例えば紅茶飲みたいし、うん、のにカレーを食べたい人がいて紅茶を、うん、いろいろ持ってるものが違うじゃないですか、それの学びの交換ですね、言ったら言いやすく、うん、カレー紅茶で販売するの違 う, 違うよ。じゃあさ、もさ会員制にしてオンラインサロンにしてさ、ほんでサングラス外すっていうの月額3000円払ったら3ヶ月外します。素顔は明かさないの。どうこれいいやん。いいことない、話題変えや、話題変え、話題変え、話題、話題変え、素顔はやめとけや、話題変え言われてる。ええー、のにな、それぐらいやっぱりサングラス外したくないんですか。あ、外したくないね。サンブプラザ中野さん以来やん。これ基本的にあの接着剤で、あのつけてくれて、絶対つけてない、絶対下向いても落ちないから、あのね、接着剤でくっついてる割にはこのサングラス3回ぐらい壊して戻したりを壊したりしてるいいねいいね、何の話すんねん、話題変えんかい。今年からもうそういうね、やっぱネタを、そういうネタっていうか、うん、あのなんでジャニーズもちょっともうほらみんな売っただけ、今、うん、いろんな企業芸人になったりして、うん、あ、いろいろやってますよね。要はいろんなことをやらないといけないですよ。俺ら生まれてからずっとサングラスやってるから。嘘つけえ、宇治神さんライブやってないですか、なんかああいうなんか17とか LINE ライブとか。あんなやらないよね、全然。 あれはね、17とかちょっと時間が、あの長くやるのは苦手なんですよ。そうね、わかります、私もわかる。だから毎日やらない、だから YouTube やってる。そうですね、 YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。基本的にさ、言いたいこと言おうと思っても、はい、誰々ありがとうございます、はい、あの結局課金をしてくれて、それに対してありがとう言うだけのなんかチャンネルじゃん。それでなんかもうありがとう、ありがとう、ありがとう、なんとかありがとう、はい、なんとかハートもらいました、はい、ありがとうございます、早くってことない、早くってことない、だからできません。はい、では一旦 CM でーす。バイテンの話でできる、早口だからできるよ。いや、早口はできるよ。そうそう、しずくのファンタジーマジック。2020年9月16日メジャーリリース。世界中がコロナという大パニックに襲われた。そんな時こそシーター派の歌声を聞いて免疫力を高め、神様に祈ればきっと神様は願いを叶えてくれる。奇跡のシーター派にパワーをください。ほら、奇跡のパワーでコロナが消えていく。みんなの祈りが届いたんだ。愛のトンネルくぐったらそこはもうファンタジーマジック。コロナは終わり、やっと普通の生活に戻ったんだ。赤ちゃんも安心して暮らせる。ほら、女神の声が聞こえたでしょ。しずくのファンタジーマジック好評販売中。ゴッドとしずくのこれが一番。はい、あれアップ、あ、宇治神一番のこれが一番。はい、2021年丑年の、はい、一発目はですね、はい、昨年末に、うん、まあどういう漢字一字だったんですけど、うん、今年はって、で今年の一字を今回書いてもらいました。はい、漢字ひらがな何でもいいです。うん、はい、お願いします。これだけ禁止されてるから私は、はい、密になりたいですやっぱりね、毎回密になりたいね。なんていう、それは昨年のお坊さんが書いてるそう、でも私もこうなりたい。だってさ、うん、あ、密になりたい、密になりたいんです、うんうんうん、あのだってこんなにね、密になったらあかん、人と関わったらあかんとか、うん、もう心がおかしくなるもん。触れ合いができないですもんね。そう、触れ合い、あ、うん、だって思わず触れちゃうし、握手もできない、握手もしちゃうし、うんうんうん、写真も撮っちゃうじゃないですか、うん、でもなんかそれが制限されるってやっぱりね、人間としてなんかこう、うん、あ、な気かかるんですよ、心に。そうですね、だから、まあ、それですよね、これを自由にできるようになりたいです。うん、なるほど、よし、よし、もう、はい、俺はもう言 言わずと知れて、はい、俺はもうこれしかないよね。どうですか、はい、神、え、ちょっと待って、神なってるんちゃうわ。いや、これはね、電話するじゃん、例えば電話するでしょ、電話すると、あ、どちらさんですか、ゴッドですって言ったら後藤さんって言われるんですよこの後藤さんって言われるのどうしても嫌なんで今年こそゴッドさんとちゃんと言われたい。だいたいな、うん、日本人
人でゴッドっていう名前はないねん。ないねん。だから、あすみません、あのどちらなんですか。あ、ゴッドですけど、言ったら、あ、後藤さんですね。しんさんや、しんさん。いや、あかん、ジンもか、ジンもない。ジンさんっていう人もいるからね。ジンさんいるよ、ね。います、います、ジン。シャーカマシャーいいね。シャーオーバーアクションやね。ゴッドシャーシャーシャー今回は本当に、まあ、後藤さんって呼ばれるでしょ。後藤さんとか、あとたまにあのほら、ゆっくり喋ろうか、ゆっくり。誰だっけ、さつきさんがね、さつきさんが、さんが、はい、ゴッドさんっていつも言うのに、GOT って書くのよ。ゴッドさん、ゴッドさんや。GOD、俺は GOD、GOD さん。GOD さんでいい。GOD やったらゴッドだけど、この人、ゴッドって、ゴッドって、GOT って書くのよな。ゴッドさんや。ゴッドさん、ゴッドさん。D はあかんねん、D や。だいたいな、日本人の頭の中にゴッドって名乗る人なんておれへんねん。流行語大賞知ってるか。氏神ですっていう感じで、ね、あんたは氏神でいいわけですけど、俺は単なる神やから、2つ足したら、ほら、ゴッドが2つで、ゴッツーコンビや。ゴッツーコンビ。はよやろうや、コンビ。ゴッツーええ感じ、ね、俺も結構、氏神ですって電話で言うと、うん、藤波さんですかって言われる。かなりの率で藤波さんですよ。藤波か。藤波ってあんま見ようじゃないか。藤波ないでしょうね、確かに。ただ後藤藤波で行くか。だって会社名言うときまでね、後藤ワールドですけど、言ったら、あ、後藤ワールドさんねって。だいたい後藤ワールドって会社どこにあんねん、後藤ワールドって会社。ちっちゃいワールド。後藤ちっちゃすぎるやろ。恐ろしいよ。しかも藤波さんってよく言うんですよ。はい、藤上さんは、私はですね、はい、321これですね。やっぱこれはもう希望あの暗いじゃないですか、ニュースでなんかこもるとか、うん、もういやや、うん、あのね、変な、そういうんだけど、これはね、希望なんですけど、うん、半分は佐々木希に捧げてる。あれ去年嫌なことがあったんで、個人的に佐々木希には捧げる。好きなんですね、佐々木希。好きです。可愛いですもんね。早く別れないかなと思ってます。でも別れてもだって氏神さんだってね。そうですね、そうですね。いやいや、でも分からん、なんか夫婦って分からんね。まあね、あれ？いや、もしかして危機じゃないですよね。うちは平和ですよ、見てると思います。だから見てると思う。今じゃあ佐々木希でちょっと受けを狙っただけなんで、希望の木ですよ。うん、なるほど。望みですよ。うん、まあね。だから望みを叶えてさ、うん、本当に。あのしずくちゃんが言ったように、うん、もう密になってもいいように、もう昨日もライブやっぱ3分の1以下ですから、うん、もうまたね、うん、今日もあれだからね、うん、言ったらあかんって言うけど言うけど、だって本当にそういう触れ合いたいんですよ、うん、僕は。いや、ほんまそうですよ。もう手合いもんな、これな。だから握手とかも、だから野球のあれももうハイタッチできないから、うん、みんなこれなんか空気、俺武器持ってるとしたら、でもなんかな、それもなんか俺がシャーしたんや、何やねん、かぶって喋ったらダメだね。手繋ぐとかなんであかんの、消毒したらええんちゃうと思うんですよ。あー、手、他人と、うん、うん、だから握手ダメなの。握手もダメ。あかんねんけど、みんな消毒してるやんだって。俺昨日握手10人ぐらいしたぞ。じゃあ握手してくださいって言われても、うん、こういう手袋をしてると余計なんですけど、うん、できないじゃん、子供たちが悪い、うんうんうん、お母さんが手引っ込めるの、うんうん、あ、したらダメって。じゃあ握手してくださいって言って、握手してください。じゃあね、でもね、私ね、すごい思うんですけど、まあ、こんなこと言ったら怒られるかもしれへんけど、ね、最近の人ってもうウイルスになんか弱すぎるというか、うん、なんかこう消毒しすぎたり、うん、もう清潔ってやりすぎて、なんかすごいしょうもない菌でも感染したりするっていう傾向になるじゃないですか。だからなんかこう、あんまり過敏になりすぎるのもどうなんかな。昔はほら、学校とか公園に砂場ってあるじゃん、うん、特に砂場でなんかやってると破傷風になるからダメっていう親が多いよね。いや、だから砂場でも遊んだらダメ、砂が汚いからって。そうそう、日本って結構衛生国じゃないですか、うん、だからもうすごい綺麗だから、うんうん、ちょっと東南アジアの風に行ったらすぐに下痢とかしちゃうじゃないですか、水がない、食べ物とかも、うん、だからそれと一緒で、あんまりにもね、菌を怖がりすぎてもいい。そう、なんか昔なんか汚い手で食べたりしてたじゃないですか、干したもんも食べてたよ。そう、ほんでなんか賞味期限とかもう1日ぐらい切れてもいいわみたいな感じだったじゃないですか。アメリカ人は風邪ひいても病院に行かないの、うん、風邪薬で済ますね。だからサプリが無料売れんね、うん、日本人は病院行くじゃん、うん、風邪ひいたら病院に行くじゃん、うん、ね、だからサプリが売れへんねだから予防っていうのが、アメリカ人とかはその医療費が高いからね。そう、アメリカは、ね、いけないのは靴のまま家に上がって靴のまま寝るからですよ、あれ。それも脱げや、寝る時ぐらい。そう、確かに靴履いたまま布団かぶって、ね、そうですよね。
靴履いてもベッドで寝るんですよ、ね、じゃあまず、うん、あの玄関がない、そのまま靴で、うん、そうやな、そうですね、バタバタ家の中入ってる、うん、そういうホテルが多いやん、うん、そういうホテルも多いやん、うん、靴ホテルはほとんどそうやな、うん、なんかホテルがそうだから、うん、なんかおかしいお習慣が、うん、だから日本は一番あの清潔ではすかな、うん、あとお風呂も浸かるしね、そうそうそう、あアメリカでシャワー多いじゃん、うん、ね、うん、シャワーそうだからそういうのもあるんやけど、あまりにもなんか過敏になったら、ね、靴脱ぐのがめんどくさいとか、あの風呂入るのがめんどくさいってことでしょ、あの会議の人は何なんだ、なんかめんどくさいのかなんか知らないけど、それぐらいしか思わないじゃん、靴を脱ぐのがめんどくさいってことでしょ、ね、習慣がないんでしょ、いやだからめんどくさい習慣がないんでしょ、簡単に言ったら何でも簡潔的にやるイエスかノーかだから、あの国は、あまあまあイエスノー、日本人は曖昧やから、日本人の政治家はそうだねーってこれは英語で言ったら、うん、This no and shah shah wah みたいな、もうおかしい話なんねこれまあなー、もう整形しても大丈夫か、いや大丈夫、俺健康にもうバリバリやもうてバイデンの話はもうええか、バイデンの話はもうええねない、あでもそう考えたら昔からさ、うん、あのねヨーロッパとかさ、うん、トイレとかでもねこのスカートのままここにしてたじゃないですか、うん、でも日本は多分なんか、うん、そういう何川屋みたいなところがあって、うん、そこに行ってしてたりとかって、まあ、そうヨーロッパも結構汚いってありますもん ね、うん、ね、うちはあのバイデンとあのいやあのなんだっけトランプとどっち派、いやどっち派ってまた聞くやん、うん、アルファ派、シータ、ベータ、オバマ派や俺は、オバマ派そう、オバマってさ、もうオバマ終わったじゃん、でも俺はトランプ、徳川、バイデンは絶対徳川派や、徳川派ってまた難しいじゃん、俺はもうあれやろ、あの伊達政宗派やな、江戸派やもんな、江戸派やから今、うん、江戸派だからアメリカとどうなんだよな、ちょちょあの何をずれてるテーマ、だから、うん、トランプ派なんでしょ、俺もちろんそうだよ、うん、だってあのトランプとバイデンってだからバイデンはねアルツハイマーであなんかもうダメなんだよもう G さんもうアメリカに流れ、うん、流れてたら怖いよこれ、うん、やばいよ、いやいや流れとったよねというかね、うん、あのバイデン本当これだけ言うとこは、うん、バイデンになったらね、うん、まず何をするか教えてあげれば、うん、台湾が2日で占領される、はい、で次にアメリカなんでアメリカ中国に中国にあのもう、はい、あの2日でバッともうあの取られてまうね、うん、でその後尖閣諸島を取られて沖縄を取られて日本の法律がやがて中国の法律になってもう本当これ本当だからねバイデンは中国から莫大なお金をもらってるから、うん、もう中国の言うことは聞かざるを得ないから、うん、中国のもう全部世界になるっていう感じになる、うん、でトランプはそれを同盟国は日本だからなんとか阻止しようと思って今戦ってるわけ、うんうんうん、日本にとってはじゃあトランプさんの方がいいよ、ね、絶対トランプだとおかしくなる、ね、おかしくなる、うん、もう間違いなく誰かみんな全国にはトランプ応援しなきゃいけないのでバイデンになったら日本は中国になるんですか、うん、なる間違いなくなる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 あるあるあるなるなるすぎこれは朝まで生テレビ呼んでくるいやいや中国になるけど本当にそうなんね中国人なんですか我々は中国人なんですかなるというよりも中国の法律になっちゃう、ね、日本がそうこれ本当にそうなると今持ってる不動産とかみんな中国の国のものになるからみんな不動産買ってたらもうじゃあもうゴッドすぐ逮捕されんだよご飯食べ残すからかあこと言うななんで飯食い残して逮捕されんだよ何の話だったことで一旦 CM でー恐ろしいこと言うなお前ゴッドの都市伝説ラジオ世界史の中ではツタンカーメンマチュピチュなどの謎を解き明かしていくそして日本の謎とされている日本史の解明や平の将門、織田信長、徳川家康、天草四郎、坂本龍馬などを解明同様の世界では赤トンボや実際に体験した心霊体験民話の世界の鬼や妖怪、UFO、宇宙人、ユーマなどパーソナリティはもちろん存在自体が都市伝説と言われているゴッドだそしてゴッドをサポートするシータ派シンガーしずくがナビゲーターを務めますゴッドとしずくの絶妙なコンビネーションでギャグも入れながら時には楽しく時には恐ろしく民放ラジオでここまで行っていいのかというぐらい放送ギリギリラインで今の光と闇を暴いていく痛快娯楽なゴッドの都市伝説の世界ラジオ関西毎週水曜日夜8時30分新たな都市伝説はこの番組から生まれるのちゃんちゃんゴッドちゃんだあ、なんか告知ありますか、はい、あ今日はもうね、今ちょっと今年やることは本当に歌舞伎役30周年をどっかでやりたいんですけどあれまだやってるよ去年やるはずだったらできへんやん、まだやってんだそれ失礼やんツアーも全部中止になったできへんやん俺もう頭の中で30年得意なんて思ってるいやもう30年だけど30あ1周年ですけど30年ですけど、うんうん、あのだから一応今そういうことか、オンラインサロン氏神学校と、うん、あと、
YouTube を見てください。氏神一番公式カブキングチャンネル、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。今氏神一番公式で出てくるんで、カブキングチャンネル、うん、よろしくお願いします。それぐらいかな、うん、それ見るといろんなことをやってるよっていうのが分かりますか。なるほど。あとツイッターもやってますもんね。そうですね、ツイッターも最近力を入れ出したんだけど、うんうん、うちのあの人が他の人がやってたんですけど、俺も、うん、俺がやるようになりました。スタッフがやってたんですよ。俺が、あ、スタッフがやってるんですか。スタッフがやってたんです。いや、スタッフはちゃんと貢献って書いてあるんですよ、うんうん、まあ、俺もやりだし、あのブログのもそこに上がるから、うんうんうん、だから SNS ダメだったら、なんかこの分ちょっと頑張ってるね。そうだね、頑張んないといけないんですよ。だからもう水木さんに負けてるよ。ブログとか知らんっておかしいよ。よう、そんなことよ。誹謗中傷したがん、俺のこと。最初、この人ね、YouTube ってどこのホースや言うたからね。どこにチューブがあんねん言うたから。そんなチューブないわ。すごいよね。どこのチューブやん。あ、でもアメブロ、私たちあなたのチューブ。え、内上さんアメブロですよね。アメブロ私たちダイヤモンドブログなんですけど、ダイヤモンドブログ、日本人はアメリカのブログやったらあかんねん絶対。でもアメブロは一応大きいですよ。アメブロ、アメリカのブログちゃうで、アメーバブログやで。ちょっと死ねえかかる。ネロ、ネロ、ネロ、アメリカのブログやんねん。アメリカブログ違う。アメーバブログや、サイバーエージェントや。そう、ちょっとなんとかしたって、どんどん劣化していってる。誰が劣化や。魚とか食べた方がいいかも。なんでそんな食べ物の話なんで。魚嫌いや。チリメンジャゴ食べろ。カルシウム不足や。おっとっと食うね、おっとっと。怒りすぎや、カルシウム不足や。ほんまやで。チリメンジャゴ食べてコーラ飲んどけ。どこで酒飲んの。暑いわ。今年もでも頑張っていかないといけないですね。全然イベントでコラボして、また今年もイベントでコラボせんと。しましょう。ね、もう早くイベントできるようにね。緊急事態がなくなること。もうすると新曲を書こうと思ってるんで、2人の新曲を。待ってこれ、これ言ってますよ。今年はなんとかやります。期待して待っててください。どうも。来週も見てね。ありがとう。